はぁ、こんにちは、はるきです。今回はエボリューションおすすめ強化選手を紹介していきたいなと思います。今回対象とするエボリューションはこちらのピッチの司令塔になります。このエボリューションをやるためには15万コイン、もしくは 750FC ポイントが必要ということになってます。条件としては総合最大85、ペースが最大84、パスが最大81、ドリブルが最大85、体感が最大82、ポジションが CDM の選手、そしてプレイスタイルプラスの数が0個の選手ということになってます。そして選手のアップグレードとしてはレベル1でパスがプラス1、ドリブルがプラス2、守備がプラス2、体感がプラス1、そしてレベル2ではですね、ペースがプラス1、パスがプラス1、守備がプラス2、体感がプラス1、逆足がプラス1、そしてレベル3ではですね、ペースがプラス2、パスがプラス2、ドリブルがプラス1、体感がプラス2、プレイスタイルプラスでパスカット、インターセプトのやつがつくということになってます。それでは個人的におすすめな選手を紹介していきます。こちらが個人的におすすめの強化選手になります。ピッチの司令塔ですね。スハウテン、チュアメニ、ブルーのギマライス、カマビンガと、この4名になります。まあ、みんなインターセプトのプラス、パスカットのプラスがついているということになってます。まあ、スハウテンはですね、まあ、ボランチの選手で PSV で新たに、来た特殊カードかな、TOTGS から強化をするということになるんですけど、まあ、十分やっぱり強く、なりますね。15万コインだったりとか 750FC ポイントかける価値っていうのはあると思います。かなり TOTGS のカードから化けるという選手ですね。で、またもや CDM ということで、チュアメニもおすすめになってます。逆足は上がってインターセプトプラスつくっていう風なことで、まあフィジカルも元々ね強い選手にはなりますし、まあ改めてというか、もう何回もですねおすすめができるという、まあそういう選手になります。そしてブルノ・ギマランイスですね。まあこの選手逆足3ではあるんですけど、レセサの部分が90にもね行く選手にはなりますし、まあある程度こう使いやすい、選手、軽くってっていう選手になるんで、まあある程度おすすめかなというふうに思いますね。で、カマビンが同じくチュアメニと、まあレアルでフランス人でボランチでっていう選手になるんですけど、こちらもめちゃくちゃおすすめですね。チュアメニと同等ぐらいで、今回のこのエボリューションでは強化をするべきというか、非常におすすめな選手にはなってきますね。4-4にもなりますし、ペースはね80を超える選手にはなるので、まあ、結構バランスがいい中盤の選手にはなれるということですね。で、そして最後に海外の方がおすすめしている強化選手を紹介していきます。こちらになります。まあ自分も紹介をしていたチュアミとかスハウテン、カービンガ、ブルノ・ギマラスプラス女子選手ワルティですね。この選手をおすすめをされてます。まあ逆足5にも、なりますし、ケミが合う方はこの女子選手でもいいのかなというふうに思います。まあ誰を強化するか迷っている方、悩んでいる方はこちらの中から選んでみてもいいんじゃないかなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいのとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。With all the emotions I built up inside of